き合ってください。せーの、東京カイカイチャンネル。いやいやいや、毎日18時30分公開、東京ときめきチャンネル。可愛い系男子とワイルド系男子、どっちが好き？可愛い系。うん、可愛い系。なんでですか？犬みたいな人が好きだから。可愛い。可愛い。犬みたいな人が好き。中旬。中旬？中旬？中日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 ？バカ。中日な感じが。犬のような。そう、可愛い。ちなみにそういう人いますか？ない。元カレ？元カレが。ワンコ系。ワンコ系。なんで別れたの？なんで冷められた。おととい？3日前ぐらい。まだ傷が癒えてません。お姉さんは？いやー、まだ出会ってないです。どちらかっていうとワイルド系にしか出会ってないです。残念ながらマンコには。なんでも可愛い気がしちゃう。なんか癒される。なんか優しい感じがする。可愛いと、なんか和やかな。悪いことされても許しちゃう。なんかへーってなんてこった。それ今ちょっと危ない。ワイルド系男子どっちが好きですか？ワイルド、ワイルド。なんでそのワイルド系ってつけたことありますか？あるかな。どっちかといえばそっち系ですね、全員。男子とワイルド系男子とどっちが好き？どっちだろう。可愛い系かな。可愛い系。なんで？なんかワイルドすぎちゃうとちょっと、なんか一緒にいたら合わないかも。可愛い系男子とワイルド系男子どっちが好き？ワイルド系。ワイルド系。ワイルド系。ちなみになんでですか？なんとなくそっちの方が、なんか強そう。強そう。うん。ちなみにそういう強い人見たことある？わかんない。いないかも。いないや。みんな強い感じ。弱い。ちょっと弱い感じ。弱いな。ヒョロヒョロしてんの。ヒョロヒョロ。ヒョロか。お姉さんは？もうなんか可愛いっていうののいいところがよくわかんない。あ、ちょっとマイク近づけてもらっていい？可愛い男子の良さがあんまわかんない。わかんないか。そういう可愛い系は無理なんだ。なるほどね。わかりました。ありがとうございます。可愛い系男子とワイルド系男子どっちが好き？どっち？可愛い系はワイルド。可愛い系かな。なんでですか？それぞれの、理由を教えてもらっていいですか？引っ張ってくれそうみたいな感じがいいから。ワイルド系。もう実際そういう人と付き合ったことある？いや、あんま考えたことない。お姉さんは？なんか癒される感じがいいかな。感じ。可愛い系。今付き合った人はどんな感じですか？割とワイルド系。これってことはあれ？ワイルド系じゃないの？なんか自分からは可愛い系の方がいいけどみたいな。向こうはワイルド系から来るから。自分から行けないからっていう感じ。なるほどね。動画の下の概要欄からチャンネル登録お願いします。お願いします。韓国かヨーロッパ。ロシアとかスイスとかフランスとか。東京ミックスドリンクカミングスー。